皆さん、こんにちは。元俳優の加瀬さんは、1990年に宋慶介初監督の映画、稲村ジェーンで、主役に抜擢され俳優デビュー、吉作ゴリと共に、トレンディ御三家、平成御三家と呼ばれ、ドラマにも引っ張りだこでした。しかしその後、事務所毒からの芸名心の問題や、覚醒剤師による逮捕などで芸能界を引退しています。今回は加瀬さんの現在について検証していきます。当時の所属事務所からは給与は払われず交通費もというありさまで、不信感から事務所を独した加瀬さん。1991年に加瀬さんの自己社に据えて公務所を設し、前事務所インターフェースプロジェクトからの毒を画策した際に、前事務所が芸名の使いの体を求めて裁判所に提訴し揉めました。また前事務所が加瀬という名前を商標登録出願していたとされました。実際は登録商標はされていませんでしたが、その後1年3日の裁判の結果勝訴となり、加瀬さんの芸名は認められましたが、その後全所属事務所が新加瀬として同名タレントをデビューさせました。ただすぐに坂本と改名し、プロダクション側は加瀬さんの名をプレゼントするとインタビューで講師、この問題は収束しました。その後、覚醒剤及び所持での逮捕を機に芸能界引退した加瀬さんは現在何をしているのでしょうか。事件後はほとんど沙汰のなかった加瀬さんですが、事件後は地元函館に戻り、その後再び東京に戻っているようです。そして現在は地の紹介により都内のバーでバーテンダーとして働いているようです。ツイッターの情報によると、場所は野の模様。ヤフー知恵袋によると、加瀬さんがいるのは NORTHDRAGON というバーらしいです。しかし他のツイッター情報によると、六本のバーで働いているという情報もありました。ベルベッティという会員制のバーということです。ちなみに加瀬さんは2019年にはデイリー新潮によるインタビューに石田純一と共に登場し、トレンディドラマの舞台裏を語っています。トレンディ俳優当時の姿からそのまま年を重ねて、すっかりイケおじというに変わっています。そんな加瀬さんが働くバーの店内はカウンターとボックス席を合わせて10席ほどで、常連客が多いんだとか。バーの店舗を確定することはできませんが、繁華街から少し離れた地下のお店のようで、噂では常連客からもがあり、店のことは店からほぼ任されてお店を回していることも多いようです。お店では本名の川本信弘として働いていて、川本さんやのぶちゃんと呼ばれ、常連客からもうきと言います。とても気さくで爽やかな笑顔は現在も健在のようで、常連客からものバーテンダーのようです。またリクエストをすると、そのリクエストに合わせたカクテルを作るなど、元芸能というだけではなく、しっかりとバーテンダーとしての実も持ち合わせている模様です。芸能界を引退した後、大の人生を歩んでいるようです。2012年7月にはあるラジオ放送局の編成部の SNS に嬉しそうにピースサインで加瀬さんにくっついているとのツーショットがアップされていました。お客としてバーに行きに写真を撮ってもらったようです。少しふっくらし年齢を重ねた印象ですが、以前と変わらない優しい笑顔の加瀬さんが写っています。そのによると、加瀬さんはとても気さくで相変わらずかっこいいと、その時の様を綴っていました。加瀬さんの姿はののクラブカクタスでもされています。加瀬さんの芸能界引退から現在まで話題になった出来事について見ていきましょう。加瀬さんが引退してから現在何をしているのだろうかと話題になった時、のが函館の実家に戻してしっかりと健康な状態に戻してあげたいと語ってからはつかめておらず、当時は函館で漁師をしている、神奈川のレストランを経営している、ホストをしている、実家で悠々に暮らしているなど、いろんな噂が流れていました。中でも加瀬さんは農業に興味を持ち、一人でいる時に植物を育てることが癒しになるとも語ってたことから、農業についての勉強をしたり、それに携わったりして細々と暮らしている可能性が最も疑と言われていました。芸能界や事件のことを忘れ、しばらくは実家でのんびり過ごしていたのかもしれません。2008年10、加瀬さんは東京都西区新町2丁のマンションにて覚醒剤 3g と乾燥 9.4g を所持していたとして、
覚醒剤取締法違反と大麻取締法違反の現行犯で逮捕されました。尿検査では覚醒剤師の陽性反応が出ており、からは栽培中の大麻草25株や覚醒剤を使うためのものとられる注射器なども使っています。裁判では懲役2年6か猶予3年の有罪判決を言い渡されました。この裁判の初公判にての親元に戻って一からやり直したいと芸能界引退を表明した加瀬さん、その後の動向については前述していたように一切伝わっていませんでしたが、密かに都内のバーでバーテンダーとしてのを歩み始めていたことが判明します。加瀬大衆さんの知人によると、裁判のあと数ヶ月ほど実家の函館に帰っていたそうだが、すぐに東京に戻ってきたそう。バーテンダーになったのは1年半ぐらい前で、今の店は知り合いの紹介で今年の春から働き始めた。バーでの仕事にはやりがいを感じているようだが、本は芸能界に復帰したい気持ちもあるよとのことです。この当時はどうやら芸能界に復帰したい気持ちもあったようです。しかし芸能関係者によると、ハローワークを訪れてバーテンダーの仕事に出会ったそうです。芸能界復帰のきっかけとして映画出演のオファーもあったのですが、断ったと聞いていますとのこと。もう芸能界に未練はないのでしょうか。この当時された加瀬さんは現役時代より少しふっくらしていますが、全盛期のイケメンぶりは健在だったそうです。加瀬さんは店のママから信頼され、開店前の準備も一人でこなすなどの奮闘をしていますが、深夜2時近くになるとそわそわし始めるといいます。常連客の話によると、現在加瀬さんは再婚して新しい奥さんがいます。店は客がいる限り明け方まで開いているのですが、午前2時が近づくとママから、ほらもう2時になるわよ、帰らないと奥さんに怒られちゃうんじゃないと割れて苦笑していますとのこと。加瀬さんは再婚しており、その妻から門限を厳命されているというのです。しかし客に付き合ってなんだかんだを破ってしまっている姿を何度かかけた、客を置いて帰るのが忍びないのだろうと、そこでも加瀬さんの気まじめぶりが出てしまうと別の常連客も語りました。再婚と言いましたが、加瀬さんは2000年に元 OL の一般人女性と結婚しています。しかしそれから2年経たずして加瀬さんと学生時代の同級生との間にできた隠し子の存在が発覚し、加瀬さん本人は隠し子の存在を否定しますが、その騒動を受けてその一般人女性とは離婚、離婚した一般人女性に多額の慰謝料を払わなければならなくなったため、一時は家賃10万円の賃貸に暮らしていたこともあったとされています。2007年秋には新しい交際相手がいること、そしてそのとすでに半同棲状態であることを公表していた加瀬さん、この時のも一般女性だったようで、名前や組成顔写真など詳細は不明の模様。加瀬さんはそのと真剣に交際しており、結婚も真剣に考えていたようで、親しい友にもそのを紹介していたそうでしたが、2008年春頃には破局してしまいます。関係者の話によると、その当時の加瀬さんは相当落ち込んでいたとも言われており、この彼との破局による昇進がその後の逮捕につながっている可能性が指摘されているようです。2011年8月のニュースポストセブンのインタビュー時には、芸能界復帰について、芸能界に関係なく真面目に働いていますので今後のことは僕もわからないのでと答えたそうです。しかし2015年10月の芸能関係者の話では、映画出演オファーを断っていることから芸能界復帰はないと推測できます。芸能界に復帰はせず、この先ずっと一バーテンダーとして働いていくということでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。